女性同士の絡みをライブで見せるスペイン・グラナダのセックスショー。2007年撮影。セックスショーは単独、または複数の演者たちが何らかの性行為を行う様子を舞台上で演じ、監修に娯楽ないし性的満足を提供する実演工業の一形態。演者たちは監修から、ないしはショーの工業主から報酬を得る。 演じる内容は実際のあるいは演技としての自体愛であったり他の演者と絡む性行為などである。演技内容は演劇のような形態を撮ることもあればピープショーの形態を撮ることもある。急成長をしているセックスショーの形態としてカムガールなどと称される演者によるウェブカメラを使った実演があり、そこでは視聴者はリアルタイムで展開されるショーを視聴したり、 演者とやりとりをしたりすることが可能である。セックスショーは、ストリップティーズ、ポールダンス、ラップダンスなど、脱衣とヌードないし、セミヌードでのダンス以外には、性的行為を含まない類のエンターテインメントとは、区別される。ただし、逆にセックスショーにおける演目の一部として、これらのダンスが組み込まれることはある。セックスショーにおける、性行為は、通常の売春とは異なり、 観客や金を支払う顧客を相手に行われることはなく、もっぱら演者たちの間だけで行われるが、演目の一部として観客を舞台に上げて演者と絡む演出を組み込むこともある。セックスショーは生産業の他の分野と重複する面もあり得る。例えば、ストリップクラブはライブのセックスショーを見せることもあり得るし、娼婦がパトロンの求めに応じて、 他の娼婦とセックスを演じることもあり得る。オランダ、アムステルダムの石頭地区でワレンには、セックスショーを見せる場所として、3カ所のホステスバー、バナネンバー、ムーラン・ルージュ、カーザ・ロッソがあり、それらの店にしつらえられた、舞台上では、性行為など様々なピンポンショーの類いが披露されている。客には、女性観光客も多いとされる。2014年の時点の、 カーサロッソでは全部で1時間ほどのセットとなるレズビアンショーや観客参加型ショー、本番セックスなどを含む7演目が夜7時以降繰り返し演じられていた。太陽国ではバンコクのパッポン通りやパッタヤーのウォーキング通り、プーケット島のバングラロード、チエンマイのターペイモンなどに多数のピンポンショーを披露する店がある。2013年9月、歌手リアーナが ツイッターで、プーケットで行われていたセックスショーに言及したところ、これを契機としてショーを見せていた飲食店のオーナーが翌10月に当局に逮捕されるという事件に発展した。セックスショーは様々な法規制のもとに置かれており、免許制度や地域による区域規制などに従わなければならない。地域によっては、セックスショーは売春の一形態とみなされる。 セックスショーの内容は、歪説に関する、全国的、ないし、地域的規制や、その他の法規に従わなければならない。ストリップティーズは認められてるが、性行為は、一切認められていないという地域もあれば、実際にではなく、演技としての性行為や、自意行為であれば認めるところもあり、さらに、録画されたポルノグラフィで許されていることであれば、何でもライブで実演できるというところもある。 2010年現在、法的に実演が許されている最も一般的な性行為は G 行為である。世界各地の都市や国の一部では、複数の演者による性行為のライブが合法である。カムガールなどによるウェブカメラを用いた演技はあまり規制されていない。ありがとうございます。